柴田義松は、日本の教育学者。東京大学名誉教授。日本カリキュラム学会代表理事。日本教育方法学会会長。総合人間学会代表幹事を歴任。専門は教授学。専攻は、教育課程論を中心に教育方法論。国語教育論。教師教育論。ソビエト教育学の研究で有名であった。九百三十年愛知県生まれ。 名古屋大学教育学部卒業後、東京大学大学院人文科学、研究科博士課程単位取得大学。1961年女子栄養大学教員。1975年、東京大学教育学部助教授、後同大学教授。東京大学退官後、1990年から1999年まで、成蹊大学文学部教授。 元東京大学教育学部附属中学校、高等学校校長。ウシンスキーの研究、ビゴツキーの思考と言語、精神発達の理論の翻訳、教育内容、教科内容と教材の区別を提起したことでその後の教授学研究に革新をもたらした。学習指導要領における基礎及び基本に対する認識の重要性を説いた。 諸外国の教科書の量と質について比較分析を行い、日本の教科書の分厚さが詰め込み教育を招くという議論を否定した。教育科学研究会の活動にも参画し、同会に教授学部会を設けて、斎藤義弘らと共に世話人を務めて、主導的役割を果たした。ありがとうございます。